どうも、テニスのケンです。本日10月13日大学テニスの日本一を決める王座の決勝戦が行われています。決勝に進んだのはやはり関東2強の早稲田大学と慶応義塾大学。速報ではダブルスで慶応義塾大学がリードしています。さて、本日の動画は関東リーグの最終戦シングルス1、早稲田大学島袋翔選手対慶応義塾大学今村雅道選手の試合をお届けします。この後王座での決着、シングルス1の前哨戦として本日の動画ご覧ください。試合はファイナルセットにもつれ込む大接戦で、ファーストセット競り合いを制した今村選手が第2セットも3ゲームまで先取いたします。そこから島袋選手が持ち直してファイナルにもつれ込んだというような形になっております。ここまでですね、リーグ戦全勝同士で迎えたまさにエース対決だったんですけれども、ゲームを見てますと島袋選手もすごく良いプレーをされていたんですが、あまりに今村選手のショットが正確で強いのでどうしても打ち損じてしまう、そういったシーンがよく見られました。第1ゲームは付け入る隙を全く見せず今村選手が取りました。今村選手の試合を生で見たのは初めてだったのですが、噂に聞いておりましたショットの破壊力、凄まじいものがありました。力みがなく非常にコンパクトなフォームからショットを繰り出しておられましたね。テンポも速くて相手からするとどこに打ってくるかわからない、もう自分が打ったと思ったらすぐに帰ってきてる、そんな印象を持つんじゃないでしょうか。このバックハンドウィナー、ボレボレしますね。一方島袋選手は得意のサーブで展開していきます。今村選手は非常にフィジカルが強い印象を受けました。フットワークも速くて届きさえすればどんな体勢からでも打ち返してきます。ただ島袋選手やはりこのサーブがあります。落ち着いてサーブで取り返してきます。しかし少しでもサーブが甘く入るとこのリターンが待ってます。返したところをさらにこのショット、サーバーに与えるプレッシャーがすごいですね。でこの見応えのあるラリー、今村選手が取ります。アドバンテージを得ましてこのセカンドサーブきっちりリターン、今村選手がこのゲームを取ります。さあ今村選手のサービスゲーム、ここを取ってリードしたいところです。ここまで深く相手を押し込んでいたストロークなんですが、少しズレが生じたのでしょうか、アウトのミスが出始めます。もちろん紙一重の攻防というところではあるのですが、これもナイスショットながら惜しくもアウト。島袋選手も落ち着いてリターンストロークを展開していきポイントを重ねます。ラブ40になり、しかしこのバックハンド、島袋選手も返すのがやっとといったところでしょうか。全く守りに入ることがないですね。
今村選手のファーストサーブ、リターンが少し甘くなったところ得意のバズーカ、しかしそれを島袋選手渾身のクロス。このゲームフォアで苦しんできた島袋選手、ついに今村選手の牙城を崩します。今村選手の角度のつけたショット、これを拾ってさらに戻ります。今村選手のボレー、ネットにかかってしまいます。このポイント非常に後々効いてくるかもしれません。落ち着いてポイントを重ねていきます。これは惜しいプレーでしたね。しかしこのリターン、セカンドサービスは非常に危険です。今村選手のこうショットに強弱をつけたり緩急をつけたり、非常に見ていて楽しませてくれますね。それに対しても一歩も引かない島袋選手のディフェンス力も素晴らしいですね。デュースまで行きます。島袋選手我慢のラリーを続けます。そしてアドバンテージ、注目のセカンドサーブです。ネットに出ます。いいボレーが入って、さらにこのゲームをキープします。さあイーブンとなった両者ですが、先に抜け出すのはどちらでしょうか。今村選手攻撃の手を休めません。選手のディフェンス力、セカンドサービスを叩きます。場に出ます。リターンでポイントを重ねていきます。このショットギリギリアウトということで島袋選手がブレイク。ここからはしばらく両者のキープが続きます。このフォアハンドウィナー、ここまで今村選手のショットが甘く入ることがほとんどなかったので、このように溜めて打つことができなかったんですが、ここで渾身のショットを見せてくれました。そしてサービスです。応援との一体感もあって、島袋選手がコートを支配していくような、そんな雰囲気がありましたね。そして今村選手も淡々と攻撃を続けていきます。生命線はやはりこの回り込みのフォアですね。島袋選手のディフェンスを崩していきます。こ
このセカンドサーブ、島袋選手の素晴らしいリターンが来るんですが、さらにこのショットで翻弄します。入っています。上から打ち込んで、この芸術的なボレー、これで40ラブですね。またしてもバズーカが決まります。島袋選手のサービスゲーム、ここを取って有利に進めたいところです。このボレー、今村選手が拾って入っています。ここから仕切り直してラリーが続きます。ここで今村選手転倒、心配しましたが起き上がり、怪我なくプレー続行です。このサーブ、国際大会でも戦ってきた島袋選手が磨いてきた武器ですね。このバックハンド、ダウンザライン前に出て、素晴らしいプレー、簡単にはキープさせません。依然リードは続きますが、叩いてきます。そしてセカンドサーブ、前に出た。何度も見てきたこのプレー、大事な場面で見せてくれます。今村選手のサービスゲーム、ここをキープして次につなげたい。この打ち込みから、そしてボレー、ダブルスワンも務める今村選手のボレー光ります。いいサーブ、ラインギリギリを狙ってきます。そして両者のフットワーク、拾います。島袋選手前に出る、いいボレー、島袋選手のポイントとなります。まだまだ見せてくれます今村選手。線が飛びます。ファーストサービス入りません。島袋選手狙います。このリターン、これでサーティーオール。いいサーブ、そしてリターン、しのぎます。今村選手、ここをなんとか取りたい。ファーストサーブが入りません。また狙っていきます。前に出る、そしてこのリターン、得意のパターンで得点を重ねます。またしてもこのパターン、セカンドサーブ叩いて前に出る、そしてボレー、おっと、ここでネットにかけてしまいます。
少し動揺するような様子を見せました。切り替えられるか。キープします。後編は島袋選手のサービンフォーザマッチからお届けいたします。